2級から準1級の方がむずいじゃないか。順に受かってから2級受かるまでのその人よりも早いと思うよ。始めました。もてつチャンネルです。さあ、今回なんですけども、まあ昨日ね、動画出したんですけども、英検2級と準2級の間にね、新しい級ができるっていうやつだったんですが、正式なね、発表が行われるはずだったんですが、行われてないですね。はい、プレスリリース出ませんでした。一体何があったのか、まあ情報が先に漏洩しちゃったから、それによって大混乱してるのか、発表をやめたのかわからないんですけど、まあ2025年なんでね、まだ発表する必要ないですからね。さてですね、そしたらやっぱり多くのね、意見が寄せられました。で、準2と2級の間に増える理由ですね、級が。それは準2級を取った人が2級を取るまでに平均して約13ヶ月かかってしまうと、1年以上かかってしまうということで、時間がかかりすぎると。その2級の壁っていうものがある。そういうことが言われてるわけですよ。なので、ここに新しく出るんだって言ったんですが、やっぱりたくさんの意見出ました。それはどうなのかっていうのですね。英検のその2級から準1級の方がむずいじゃないか。こっちの方が壁があるんだから、新しく級作るんだったらここじゃないのっていう意見が、はい、来てましたね。もう昨日の動画でも言ってるんですけど、それは皆さんの置かれてる状況によるわけで、当然2級と準1ですね。ここには難易度の壁があります。難しくなっておりますので、うちのチャンネル見ている人ですね、まあ高校生とか、浪人生大学生なんかが多いわけですけど、その英語得意な人が多いです。なんで英検2級は突破できてるけど、準1級は突破できないよとか、準1級突破したよっていう人が多いので、なのでそういう人たちからすると、いやいや2級と準1の方は全然レベル違うじゃんっていう風に思うと思います。で、実際そういう意見が多かった。まあそりゃそうなんですよ。そんなこと言ったら準1と1級の違い、こっちの方がよっぽど難しいですよ。よっぽど壁高い。ただ2級を超えられたレベルの人ですねっていうのは、やっぱり準1取れちゃうんですよ。あ、もちろん全員じゃないですよ。かなりの人が取れてしまうわけですよ。英語が得意だったりとか。まあ、そもそも準1に挑戦しない人いっぱいいますね。2級取った人たち。で、2級と準1両方合格した人のデータですからね、これね。どういうデータかは発表されていませんけど、それは準に受かってから2級受かるまでのその人よりも早いと思います。実際ここの人数少ないと思うし、準1と1級、この壁の方が高いですよ。高いけれども、この準1取ってわざわざ1級まで行く人はすごい勉強する人だから、取っちゃうと思います。で、取れない、受からない人は入ってないわけです。受からなかったりとか受けない人はそのデータに入ってないわけでしょ。両方合格した人のその期間を計算した時に準2と2級の間が一番長かったっていうことなんで、まあだからぶっちゃけ2級を取る人がまあ多い、準2を終わった後に2級を目指す人が実は多い、まあ、実はっていうかもう多いんですよ。で、このレベルの人からここに行くのって大変ですよ。で、だから準1レベルとか持ってる人からしたら、そんなん簡単じゃん、準2も2級もあっという間に突破だよってなるんですけど、準入かって2級ギリ合格とかっていう人のね、ここの差は相当大きいです。だから難しく感じるんですよ。なんで皆さんがどのレベルにいるかによって当然壁は全然違う。2級ギリ合格するレベルの人たちからすれば、まあ時間かかるでしょうね、準2から2級に合格するには。で、問題見てるも分かるんですよ。大学受験でしっかり勉強してきたとかっていう人だと、もうはいはい単語も分かるよ、読解問題めっちゃ簡単じゃんって思うかもしれないですけど、その受験とかの知識ない人たちからすると、あの2級の問題ね、単語の問題はすごくレベルが高いです。そしてなんて言ってもやっぱりスピーキングですね。準2で合格できた人でも2級になるとガーンと一気に上がるので難しいんですよ。漫画の描写もね、過去形出てきますから非常に大変です。で、準1って級の知識を使ってやればできますし、で、一番まあ2級の厄介なね、書かれている文章ね、音読した文章ですよ。それに基づいて答えるやつとかってまあできないですからね。答え方知らない人がいっぱいいるんで。だから面接データ出てないと思いますけど、面接もまあ2級で落ちる人がすごく多いと思います。他の級よりも多いと思いますよ。だから来るのが多いんですよ。だから面接で何度やっても受かんないんです、助けてくださいっていうオファー来るんですよ結構。で、それ多いの2級です。で、模擬面接とかいろんな学校に行ってやったりとかするんですけど、2級がやっぱ圧倒的に受かんない、合格レベルに到達してない人が一番多い。この間学校単位でやって
って何十人ってやったんですけど、それで2級を合格できるってなったら2人だったかな、それぐらいしかいなかったです。何十人やってですよ。それに対して順にはまあもう母数は少なかったですけど、でも突破してるっていう人が多かったし、順一もそうでした。母数はその2級と比べたらだいぶ少ないんですけど、突破できるなっていうレベルだったから、あ、やっぱ2級が突破できないレベルの人が多いんだなっていうのがあって、もうだから箸にも棒にもかからないような回答ばっかでした。で、2級の1次試験受けて受かるレベルでも2次試験はもう全然無理だから、2次試験だけを何回も受けてる人ってほんといっぱいいるんですよ。で、あ、1年経っちゃった、また、ね、1次試験から受け直さなきゃとかってなっちゃうね。だ、そういった面で新しい級を作るっていうのはまあ意味を成してる、メイクセンスですよ。だからぶっちゃけ2級受かる人がまた順位1目指すと、そうだから、あの2級の面接試験を突破できる人っていうのはある程度超えてるわけですよ。超えてて、で、その超えてるレベルからすると単語とか足してって普通にまあ受験の勉強とかしていけば順位1到達できるんですよね。で、その今到達していないレベルの人がその大学受験生だと多いのです。で、そこがやっぱ壁に感じてる人が多いはずなんです。それは間違いない。でも順位1突破してる人たちからするともう1級と11の壁が一番高いですよと言うに決まってるわけです。だから順2と2級ここでダブル合格してなんとかできるよっていう人たちが一番ボリューム層として多いんでしょうね。だからこういう結果になってるわけですよ。だから順1と2級のところなんて受けない人もいっぱいいるし、全然合格できないっていう人もいるし、だってめっちゃむずい。ただ2級を結構いい点で突破した人たちからすれば、順1はちゃんと勉強していけば届く。で、同じように順1をちゃんと突破した人たちね、は積み重ねていけば1級届くですよね。もちろん難しいですけど、という理由だと思います。だからもし3級から順にこう目指す人がすごい増えれば、同じようにここが一番壁にみたいなんでなる可能性だって全然ありますよね。今の3級をこの順2と3級の間にして、でその下に準3級とかっていうね、可能性だって全然あったわけですからね。まあ、だから自分がどのレベルにいるかによって見えてるものは違うって思います。だから分かりますよ、そのね、受験生マーチレベルとかのレベルの人たちからすると、いや、もう11の方がはるかにむずいよ、まあ、そりゃそうです。でもそんなレベルまで行ってない人たちからすると2級の壁ってめちゃくちゃ強いです。もちろんそれは中学生中3とかだってそうですね。すごい熱いよ、めちゃめちゃむずいよ、ね、せっかく準2まではなんとか受かれたのに2級受かれないよって人いっぱいいるし、で高1高2もそうですね、受かれないよ。だって英検2級って高校3年生までレベルですから。で、一般的な高校生っていうのは全くできない、全くとか言っちゃいけない、全然英語できないんですよ、うん、本当に苦手な人が、まあ、大半なわけで、どうもやっぱりこの YouTube とか見てたらね、いい大学行く人たちいっぱいいるから英語のレベルが高くなる、2級なんか突破できる当たり前っていう風に思いがちですけど、そこまでやっぱり行かない人たちが多いわけ、ね、まあ大学入試でやっぱり使われてるっていうのがちょっと大きいかなと思いますね。だからもうみんな本気で勉強するので、そりゃ2級本気で勉強すれば突破できますよ。で、2級ね、なんて持ってるのが当たり前じゃないと、もうそんなマーチとか戦えないし、英検理由を出せないしね。そして準1、今やね、もう準1突破してマーチ出すのが当たり前になってますからね。それやっぱ準1で苦戦する人が多くなるっていうのは分かります。だってもう高校レベル超えてるわけだからね、一応はね、という感じだと思います。はい、まあこれが理由だと思います。だから自分としては、結論としてはどのレベルにいるかによりますよってことで、準1と2級の方がまあ難易度の壁としては高いはずです。高いはずだけども、受けてる層の多さを考えれば当然2級と準2の壁が高いっていう、ここにいる人が一番多くなる、当たり前かなという感じだと思います。はい、だから今このね、11と2級の壁だけを間作ってくれよって言ってる人たちは、11突破した後に1級取ろうって思ったらそこでわかるはずです。あ、1級と11の方の壁の方が高えよっていうね。はい、ということでした。皆様どう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。まあ、これね、試験によって本当にいろいろあるんでね、上の方が難しいっていうのはやっぱり多いと思います。基本的に僕いろんな言語の試験受けてるけど、やっぱ上に行けば行くほど壁が高くなるなっていう印象ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。